はい、どうもコミです。さて今日は GS さんから動画をお届けしていきます。最近スーパードラゴンがちょっと下方修正入って、まあドラゴンライダーもね入ったんですけど、どのドラゴンが一番強いんだろうなって結構悩んでらっしゃる方いるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日はね、まあ、僕自身これ結構悩んでいたんで、今思っている答えかどうかわかんないけど、今思っていることを、まあ、今日お話していこうと思うんですけども、ですね、どんな感じの、ね、まあ、攻め方を、まあ、するかって、まあ、アタック見ながら話をした方がわかりやすいと思うんで、見ながら行きましょう。で、まあ、結論を先に言ってしまうと、多分これね、まあ、いつもながら村に合わせて使い分けるのがいいかなっていうふうに思うんですね。で、じゃあどんな時にどういうふうに使い分ければいいのかっていうところをね、今日は中心に見ていけたらなというふうに思うんですが、まず、スーパードラゴンですね。で、これ花火の形になってますけども、使ってるユニットはスーパードラゴンで、別に、花火戦術でなくて普通にドラゴンを別の形で使うにしても同じことが多分言えるというふうには思います。で、まずですね、今回この村を見たときに、シングルインフェルノここにありますよね。で、残り2本はマルチになってます。まあ、つまりマルチが若干多めですね。で、ドラゴンたちがシングルインフェルノに当たる可能性っていうのは、この村住める場合あんまりないんですよね。タウンホールの付近にあるシングルは、花火のね、呪文構成になってるんで、これスパーガゴにインビジクローンかけて、ガンガンね、これで削っていくと。いうね、形の攻め方になっていくわけなんですけども、これかな。今これちょっと突撃感が言ってますね。ここで花火が炸裂して、一帯を全部潰してくれるという形になります。なので、ドラゴンがシングルインフェルノにあんま当たんないんですよね。で、こういう場合には、スーパードラゴン結構いいっていう風に僕は思います。スーパードラゴンって、まあ、1枠じゃねえな。1ユニットを40枠使う、めちゃくちゃコスパの、コスパが悪い。まあ、要は、コストが重たいユニットなんですよね。なので、こいつが簡単にやられてくれちゃったりすると、あっという間にユニットの数が減っていっちゃうわけじゃないですか。で、そういうコストが高いユニットで HP が高い、そういうユニットに対する天敵っていうのがまさにこのシングルインフェルノなわけなんですけども、これを今のこのユミさんのアタックみたいに花火で折れちゃう場合、まあ、要はドラゴンがそこに当たらなくて済む場合ですよね。こういう場合にはスーパードラゴンが結構強いんじゃないかなっていうふうに思います。で、基本的にはですね、どれを使っても強いっていう、どれを使ってもじゃない、まあ、どんな村にも強いっていうユニットは、このクラクラっていうゲームにいないんですよね。で、まあ、比較的、スーパードラゴンの方が、この炎のね、吐き方にちょっとまあ特徴があって、比較的いろんな場面で使いやすいっていう、特徴はあるものの、やっぱね、どう言ったらいいのかな、シングルインフェルノが多い村に当たってしまうと苦戦をするし、そういう場面では、今これ次に見せたいと思ってます、ドラゴン・ドラゴンライダーの組み合わせの方が良かったりもするんですね。で、スーパードラゴンのやっぱ体力の高さを生かそうと思ったら、マルチインフェルノにガンガン当ててっちゃうっていうのがやっぱね、効果的とか効率的なんですね。で、今のヨミさんのアタックはまさにそんな風になってました。タウンホールの周りにシングルがあるけども、これに関しては、花火で折れちゃうから、別にスーパードラゴン当たらなくて済むでしょう。じゃあ、ドラゴン、ドラゴンハイブリッド、ドラゴンライダーの編成にするよりも、スパドラで押しちゃった方が強いよねっていう、まあ、そういうことなんですよね。で、もう一個見てほしいのはこっちですね。ジョーカーさんが攻めているアタックになるんですけども、これ、ハイドラという形を使ってますね。ドラゴン、ドラゴンライダーの、ハイブリッドなんで、ハイドラっていう言い方を結構されてます。で、今回のアタック見てみると、ここにシングルインフェルノがありますよね。で、この面から攻めていくわけなんですよ、こういう風に。シングルに当たっちゃうんですよね。で、こうなってきた場合っていうのは、シングルインフェルノに、スパドランがガンガン焼かれちゃうことを考えると、数の力で押していった方が、まあ、比較的安定するかなっていうところはあるわけですね。それを狙ってジョーカーさんこれ、ハイドラで攻めていってます。まあね、なかなかこのハイドラを最近使う人がいなかったので、若干なんかスパドラの下方修正というか、まあなんていうのかな、介護感みたいな感じに思っているかもしれないんですけども、まあ、スパドラが出てくる前っていうのは、実はこいつが、ドラゴン編成といえば、もうこれみたいな感じで、鉄
般でかつめちゃくちゃ強かったんですよね。なので未だにその強さっていうのは全然健在なので、決して介護官みたいな風に考えない方がいいと今の環境だと僕思うのと、と同時にですね、クラッシュオブクランっていうゲーム、これまでもそうだったんですけども、このユニットさえ使えば何でも取れますよっていうユニットっていうのは、ちょっとね、この前のスーパードラゴンみたいに出てきたりもするんですけども、すぐに下方修正を食らって使いどころを分けないといけないような環境にさせられちゃうんですね。なので、今回みたいなこうシングルインフィールドに当たっちゃいますよっていう場合には、見てください、これドラゴンの力がね、だいぶなんていうのかな、生きてるというか、この数で押し切っていったんですよね。こういう押し切り型の編成にしていくっていうパターンの方がより伸ばしやすくなるっていうね、そういう特徴はあるかなっていうふうに思います。で、いやーこれ微妙、どっちにしようかなって悩む場面であれば、僕はこのハイドラの方をおすすめします。ぶっちゃけスーパードラゴンとねハイドラって、もうこういう場面はこういう風に使い分けるってことを言い始めたらキリがないんですよ。援軍の中身とかにも寄ってくるし、スケルトントラップが対地対空どっちになってますかでも変わってくるんで、結構パターンをいくつかこう想定しながら選ばなきゃいけないんですけども、平均的に事故が少なくて割と伸びやすいのはこのハイドラの方、実はそうなんですよ。でもワンチャンドラゴンが逸れちゃっても全開取れるっていうのはスパドラの方なんですね。そういうなんていうのかな、ビギナー型のものはスパドラで、中級から上級者向けに安定的にかつちゃんと場面を選んで使いこなせばより強いよっていうのがハイドラかなっていうふうに個人的には思っていて、ある程度ねドラゴン慣れてる方に対してはハイドラの方を迷う場合にはおすすめしたいですっていうことで、スーパーユニットもね1個枠使えるようになるんで、ロケットバルーン使うとかスニゴブ使うとかスーパーウォールブレイカー使うとか、まあ、いろんなねやり方ができるっていうのもね、ハイドラをする時の1個魅力ですよね。はい、ということでですね、もう1本見ていきたいというふうに思います。これですね、スパドラ型なんですけども、みんな見せないからね、全然その失敗リプがね今回上げられなくて、本当はなんかミスるパターンっていうのをね紹介したかったんですけども、はい、ヨミさんの花火ですね。でこの花火編成をやるときにスパドラでね、ちょっと注意しなきゃいけない、まあ、これハイドラもそうなんですけども、注意しなきゃいけないことっていうのがユニットの割れなんですね。でこういう割れが起こる場合には実はスパドラの方が強いっていうのがあります。実はね、僕はそう思ってるんですけど、違ったらごめんなさい個人的にはそう思ってます。でなんでさっき初心者の方とかがドラゴンが逸れちゃってもワンチャン全開まで持っていけるのはスパドラっていう風な言い方をしたのは、実はそういうところがあるからで、今回のヨミさん多分これはもう狙いでやってるはずですね。これだけ使いこなしてるプレイヤーで、もう世界レベルのプレイヤーなんで絶対狙ってるはずなんですけど、ここの面から出していくんですね。でキングクイーンがこういるじゃないですか、ガーッと外周、そうすると、まあ、ここはカットしてくれるんですね、キングクイーンが。で花火でここを削っていった時に、ドラゴン見てください、これこっちとこっち、ちょっと見えにくいかな、ドラゴンこういう風に二股に分かれるんですね。ここは花火で殲滅するから。で二股に分かれちゃった場合っていうのは、実はハイドラ結構弱いんですよ。カスの力で密集して押していくっていうのがハイドラの強みなんですけど、こうばらけちゃうといろんな防衛にガンガンダメージ食らってドラゴン落ちやすくなるんですね。だけどスーパードラゴンならそこを押し切れちゃうっていうのが実はあってそういう意味でね、こう斜めから攻めていったりなんかする場面では割とスパドラの方が良かったりします。これね、ほら対空砲に到達する前にドラゴンとか、あとは、ドラゴンライダーって落っこちゃったりするんですね。なのでそういうところをワンチャンスパドラなら押し切れちゃうっていうね、その利点を存分に使っていける、まあそういう形が作れる意味ではスパドラの強みっていうのは、今みたいにこう二手に分かれちゃう場面で発揮できるかなというふうに思います。はい、対今僕が思っているところを全部ダダダダッとこうお話ししたんですけど、続いてきていただけましたかねいつもながらマシンガントーク的に喋っちゃって、もしかしたら少しね聞き漏らしがあってんっていうところがあるかもしれませんが、まあそこはもう一回見て動画ね見てもらうか、またはコメント欄にコメントいただけたら普通にね自分を返しますので、遠慮なくコメントいただけたらというふうに思います。はい、というところでですね、今日はドラゴンライダーを組み合わせたハイドラっていう編成と、
スーパードラゴン、どっちが強いのというねところから入っていきましたが、答えとしては、シングルインフェルノが多い、まあ、シングルインフェルノとドラゴンが当たっちゃうような、ルートで攻める場合にはドラゴンドラゴンライダーで数の力で押し切っていく、でマルチインフェルノにしか当たんないよっていう場面でもドラゴンライダーの力で押し切っていくっていうのが、まあ、個人的におすすめです。で、ドラゴンライダーと、ドラゴンのハイブリッド編成っていうのはある程度あのドラゴンに慣れている方、中級者から上級者ぐらいの、まあ、方にとってはあらゆる場面で多分使いやすい割と万能型の編成だと思います、未だにですね。だけど、初心者の方ないしはまあ中上級者でもドラゴンが中盤から終盤に向かってこう割れていくルートがもう描けている場合、今回の最後のこのヨミさんのアタックですね、こんな風に割れていくルートが見えている場合っていうのは、スーパードラゴンにしておいた方が割れた後の伸びっていうのがスパドラは単体で強いんで、結構ねドラゴンとかハイドラスケドラとかに捕まっちゃうとアラララって感じになっちゃうことがよくあるんですよ。でもそこがスパドラはあんましないんで、ご利用しができるという点で、特に初心者の方にも使いやすい、そんなドラゴンになってるんじゃないかというふうに思います。はい、というところでですね、今日はドラゴンドラゴンライターとドラゴンスーパードラゴンの話をしました。こんな形で僕のチャンネルクラン対戦の解説の動画中心にやっております。タンホール13、14中心に動画を出しておりますので、いいなと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。